さて、3週間ぶりに遊ぶか。よし、今回はこんな感じで、自分が一品側ですね。前回あのサムネ見たら分かるんですけど、僕がクッパ側でこっちと言いまくってたんですよ。今回は僕が逃げる側でやっていきたいと思います。これそう、これやで、この銀の宝箱。これこれ負けたわ、俺のティラが負けたよ。タツノのステージね、このタツノンくじっていうところで、いかにハートを引けるかが勝負の鍵なんだよね。さあ、今回は達人ロゼットもいるんでね、ちょっと大船に乗ったつもりでやっていこうと思います。まあ、ゲームパッドは何もないんで、僕はクッパから逃げるだけ。今回はみんなと一緒にね、コンピューターと一緒に逃げていくね。チームプレイよ。あ、結局ね、あの友達いなくても CPU が友達みたいなとこありますからね。どっかのファミリーと同じこと言ってんな。この唯一のコンピューの弱いであるヨッシーがね、どうなんだろう、ゲーム内で足引っ張んのかな。頼むぜ、お前足だけは引っ張んなよ。ね、ロゼッタは達人だけど、ヨッシーが弱いであるっていうのはね、ちょっと欠点にもなりうるからね。どうなんだろう。そして達人のロゼッタにはまあ全てを任せたい。クッパのミニゲームでもね、ある程度大丈夫だからね、ロゼッタ。運任せゲームだからダメなんだよね。あの、ビンゴとかはダメだね、ロゼッタ。いくら達人でも運は達人にはなんないからね。さあ、来ました、クッパ。クッパスタート、まあ、今回の強さは強いだね。いや、すごく強いか迷ったんだけど、今回も強いでいいかな。うん。12、お、お父さん、この数じゃ、いや、やめとこ、それ振り、振り直し、振り直すな。お前ずるいぞ、振り直しやがって。もっとひどい目出ろ、もっと。よっしゃー、やったやったー、振り直したから全然いいぞ。やったやった。なかなかないね。あ、クッパ手、何、なんか虚無じゃん、お前の手。それは怒るような。へえ、珍しくね、なんか追いつけないの。これでかいね。このままずっと続けられる可能性あるもんね。オッケー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 、これでかいよ。このリードをね、ものにしたいと思いました。1ですけどね。上でしょ、上しかないやん。何これ。あ、あれか。本来、プレイヤーサイドがクッパ側にいたら、選べるんだ、本当は。こんなん誰も選ぶとこいないじゃん。めっちゃ有利じゃん、じゃあ。あ、めっちゃ有利だね、じゃあ。クッパ最後のマイナス1。はははは。え、めっちゃ有利だね、じゃあ。隠す、今回、前回みたいにこっちって書こうとかないんだ。コンピューが邪魔してくるとかないんだね。こんなん絶対有利じゃんね。これは有利だよ、明らか勝てるよ。クッパから有利な要素が多すぎるね、ちょっとこれは。タツノオクジどういう扱いになるんだろうね、じゃあ。タツノオクジは見えないのかな、それとも選べんのかな。いや、タツノオクジ選べたらちょっとさすがにチートすぎるけどね、それは。はい、タツノオクジどうなる。まあ、これは選ぶ人が誰になるかわかんないけど。あ、単純にシャッフルされるのか、中身見えないもんね。あ、俺選ぶの、ヨシさんの代わり。あ、プレイヤーサイドだから、た、完全に運任せになっちゃったね。そっか、初めに見えるとかもないんだ。こっちって指定することもないんだ。素直に行こうかな。木箱ぐらいがいいと思います。フィッシュボーンは最悪。木箱、よし、いいね、普通に。よし、オッケーオッケーオッケー、よし、オッケー。ゆっくりサイコロは単純にね、もう進むための材料として使える。まあ本当はハート欲しかったけど、まあまあまだクッパに押されてないし大丈夫でしょ。オッケーオッケー。フィッシュボーンは一番まずいからな。ドキドキルート、あ、これはダメか、ドキドキルート。そうか。え、なんかクッパこっちとか書いてないの？でも前回の動画を見るに、こっち安全だったはず。マップキュー！理論上そうだよね。6で抜けれるもんね。そうそう、さすが賢いわ。6で一気にもうこのね、悪いルート抜けてくれ。うん、ロゼッタ頼むわ。ナイス、達人が強い。これは圧勝モード来たからな。ちょっと今回圧勝モードかもしれないね。前回負けたっけ、そういや。ロゼッタ達人だからね、ここはすんなりいってくる。4、いいよ、いいよ、本当に。もう次のターンで終わりよ。もう、てか中間地点まで来てるからね。さあ、クッパが今何番離れてんだ。お助けジュニア、何それ、マジか。離れすぎてるとそういうことが起こるのか。まあそりゃそうだろうな、2ターンでこんな進んじゃったの。24マスも離れとる。24はどうなんだ、5つだったらなかなか。でも5つでも振り直し、早いな、振り直しに戻んの。もっと悪い目出ろ。圧勝する動画っていうのいいんじゃないの。はい、10。よし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 、
全然クッパ追いつけてないよ。いや、さっきよりリードがむしろ広がってるからね。わー、時短だ踏んどる。もうこれはもうスッといきますよ。まだ、まだそもそも、ね、当たってもないからね、クッパに。クッパエンカウントもしてないね。ここはすんなり突破していく。圧勝モードか、ちょっと。やばい、な、ぬるげか。いや、初めのルート選べるの強すぎだい。ね。ハート、まだ、まだ戦ってもないのに、もう9から始まってんな。でかいな、これ。確かに、ヨッシーが弱いとはいえ、ミニゲームに遭遇しなかったらいいだけだもんな。さあ、リードが広がっております。だいぶ広がってんな、リード。さあ、あとは、あ、タツノンくじか。あそこでハート取られる可能性高いな。なんで自分が選ぶんだろう。プレイヤーに全ての責任押し付けんなよ。あ、またある。またある。初めだけか。なんか、結局なんかドキドキルート初めだけか。こっちが選べたのは。タツノンくじ、また自分が選ぶの。まあでも、5分1でしょ。言うてしまえば5分の1、20% ですよ。20% っていうのは、モンバトで言うと、リリパッドのね、ストライクアローの通行率と同じですよ。結構高えな。これよ！よし！よし！オッケー！ 10 になったね、HP が。増えたなぁ。いやいやいや、マジで増えてるよ、ちょっと。調子良すぎる。あ、フィッシュボーンがこれが、40%？ リリパッドのストライクアローの回収率高えじゃん。マジか、40% は結構だな。ガンダムなら終わってるな、それ。さあ、クッパのドキドキルートがありますね。どっちだっけ？これ前回の動画と一緒かな？いや、さすがにシャッフルするよね。てか、君たち出目が悪いな。とりあえずちょっと出目が悪い、ちょっと急に。どうした？いい、いい、もう。よっしゃ、俺は、せっかくだからこの下のルートを選ぶぜ。オッケー！いいよ。当たり。てか、これ当たりと外れの差が激しいな。クッパ最後のマイナス1。うわやった。ちょこちょこ急に出てくんだよ、お前。なんだっけな、あのギャラの名前。いいよ、足踏みしてもいいぐらい。あー、5か。まあまあまあ。いいよ、20マス離れてるよ。3つのサイコロで20は絶対出ないもんね。お助け順に来たわ。言ってたら来たわ。離れすぎてるからな、そら。3つで20は絶対無理だもん、そもそも。さあ、まだ1回もエンカウントしてねえからな。いや、20以上出るのはかなり難しいよ。嘘じゃん。嘘じゃん。嘘じゃん。それはいくらなんでもすげえな。いや、ちょっと圧巻の進み具合だな。びっくりしたわ。いや、初エンカウントしちゃったからよ、これ。まあでも。まあまあでもね、10のライフあんのはでかいな。あー、来た、エンカウント。さあ、初のエンカウントがまさかの怒りモードから始まりました。さあ、何から来る？あー、まあまあ、キラースロットは大丈夫。俺避けれるもん。キラー避けれるからね。他のプレイヤーと介入しなければ俺は避けれるから大丈夫だ。オッケー。よし。ルーレットが一番うまかったな。今の。ルーレット苦手だからね。さあ、このね、スロットで当てられた人の目に、ところにキラーが飛んでくんで、それを避けるゲームですね。まあ、主に、他の人と介入しなければ避けることは可能なんで、あれ？反応しない。2が反応しないよ。あ、いけた。2ボタンがだいぶ反応悪くなってんだけど。キノピコ来る。キノピコ来るから、こう避ける。円周を回るように。それじゃ円周を回るように。オッケー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 。回るようにね。その、キラーを回るようにね、軸にしてこう移動すると避けられる。結構簡単に。ちょっと待ってね。円周に動く。あ、ロゼット当たっちゃった。他の人と介入しちゃうからね。そうするとね、ちょっとね、ややこしくなる、キラーが。だからそれがこのゲームの難しいとこなんだけどね、演習をぐるっとね、はい、こういうこと。圧勝狙われてもね、一回も食らわない男は。キラーはね、操作できるわけじゃないからね。うん。よし、ゴーってどうなってんだよ。さあ、圧勝だね。まあ、1でもいいけど、いや、まあ、さすがに、ライフ増やしてあげたいけどね、進みたい気持ちはある。123で1引いてみるか、狙ってみるか。ライフ増やしてもいいしね。あー、微妙。ひたすら微妙なとこ行ったな。まあ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 。まあでも、なんだかんだらまだ1エンカウントしかしてないから大丈夫だと思うけどな。ラストスパートです、もう。早くも皆さん、ラストスパートです。クッパが怒るで、こりゃ。
お父さん、うん、近づいてるよ。ドンキーコングって言うね。俺に言うよ。さあ、なんだ。クッパジュニアさすがクッパ最後1。あー、やばいなー、それ。前回もなんかさ、クッパジュニアマス増えて、で、あの、ライフを削られたみたいな、めっちゃ増えてるんだけど。あるからな、そういうの。ライフ今持ってるから、特に出やすい説あるよね。2分の1とか。いやー、2分の1いきそう、これ。マイナスマス多くね？よし、頼むわ。ちょっとお前ので、CPU の出目の良さを、生かしてよ、もうやばいやばいやばい、ほら来たみよ。もう、みんなのハートは2分の1とかあるしな。うわやっぱり順調やと思ったらすぐボクシンググラブ飛んでくるんだから。うわだいぶ差がある。くそ。やばいなやばいな 4。あ、でも達郎くじあるね。これチビを引きたい。ここで HP を引いておきたい。フィッシュボーンを引くと終わりそう。基本的に自分さ、ミニゲームで削られることがないんですよ。なんか。基本的にはそうなんだ。基本的には、あの、こういうなんかミニゲームで全部削られてる気がする。ハト！よっしゃー、まあ、悪くない悪くない。悪くはない。全然いい。いいいいいい。ゆっくりサイコロはいい。オッケー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 。疑似的にハートにもなる。これは。いい。フィッシュボーン引かなかっただけまだマシだわ。オッケー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 。2ってどう？ハート？クッパジュニア？ビャーッ！うわ、また来た！ハートは1個だけやっちゃいけないよ。うん。嘘でしょ？おい、ロゼッタ先般だぞ、それは。やばい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 。え？あ、ロゼッタのハート、あ、よかった。さすがにそんなチート能力はないんだ。ロゼッタのハートが1個だけか。じゃあ大丈夫だわ。いやでもロゼッタ達人のハートが1個だけはまずいな。追いつけないよ。振り直し、失敗しろ。振り直し、失敗しろ。失敗しろ、振り直し。1、1、4、6。いいよー、よし。今回泥だな。俺ちょっと一つ言っていい？今回の試合泥だな。なんか。どこで何しとんの、お前。ゆっくりサイコロ使いたいね。俺がなんか、いいとこ当てたい。いいとこ当ててあげたい。あー。この感じか。あ、ハートはもうないのか。ハートのマスはもうないのか。ってなると、普通に行った方がいいかな。あ、でもなんかここの区間抜けておきたい感はあるから、2か5。まあ、5で安定進むか。OK。5で進みます。C。5。はい、ここ。5で止めて、で、ゆっくり進もう。もうね、来てるから。てか、今回本当に泥だな。なんか、クッパのミニゲームもないし、ハート削れてるのはみんなクッパジュニアだし。な、ほら俺の苦労を無駄にすんな。ほら、来た、もう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 、ほら、来た、もう、また来た、もう。もう、こんなバカやんか、今日。わあ、またもう、全部これ。基本的にハート半分にされてばっかり。ミニゲームしてないのにほとんどハート削られてる。俺のハート全部そうやって削られてる。ねえ、俺のハート基本的にそうやって削られてんだけど。言ってくれも。あ、でもこれワンチャン本当にいけるかもしれんね。いや、正直これで終わっちゃうと、まあ、完全に泥だぞ。ほとんどゲームしてねえもん。ほとんどミニゲームしてない。よし、当てろ！俺かい！よし、誰を倒してもらえますか？俺、司令塔なの？お前らとりあえずもう、とりあえずもね、お前思ってよ、思ってなんか関係ねえわ。お前にちょっと恨みすげえもん、今、俺。おら！え？あ！今日、ちょっと困ってんじゃん。おい、両脇困ってんぞ。両脇困ってんぞ、今の。両脇めっちゃ困ってたぞ。え？あの、え、失敗してもよかったのに、こればっかりは。クッパ？棒立ち？クッパ棒立ちやった。クッパ見と、棒立ちやったぞ、お前。虚無だったぞ、お前の表情。おい、俺、クッパ8とか情けないぞ、お前。クッパ
あっちこちから減らしてない。すげえ情けない。これをやろう。やっぱこれが俺の原点みたいなのがあるわ。これのやる側は結構頑張った方なんだよね。A と2コンゴの逃げる側、一撃も食らわずやりたいと思います。強い相手は強いだからどうなんだろう。達人だったらめっちゃ速いのかな。じゃあ俺強いだったら逃げ切らないとダメだね。でもロゼッタ超速かったのこれ。 A と2コンゴレンタルなんであんな速いの。いきます。 A と2コンゴ、あ、2が反応しねえ、2が反応しねえわこれ。あ、2が反応しねえもん。ちゃんと。ちゃんと2が反応し、もう言い訳しない。言い訳しないよ。これで倒されたら俺はそれは下手って子だ。いくよ。いきます。いきますよ。よし、OK! ロゼッタとほぼほぼ同等の速さあったんか。ただただね、辛いね。